里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。なんか佐藤さん、はい、なんか改革案があるって聞きましたけど。そうなんですよ、うん、あの FA 改革しましょう、はい、また大きく出ましたね。改革することあります？いや、なんか原監督がね、はい、FA の人的保障が、うん、あのなくそうっていう声も出ましたけど、はい、まあ、気持ちも分かるですよね、うん、やっぱりそのチームの長として、はい、そのまあ、昨年だったらね、うん、あの長野を人的保障で取られるとか、はい、あの昔なんか噂では、うん、その岩瀬さんが人的保障から外れてて、それを日本ハムが取ったけど、はい、移籍するんだったら引退するからなんとかんとかって、はい、っていう噂もありますけど、うん、そういったところでその28人しかできないんで、はい、功労者もベテランだけどやっぱ未来の若手をプロテクトしたいだから、うん、外したがためにそれを取られるパターンもあるから、はい、うん、まあ、監督としてはその苦渋の決断をやっぱりするのが忍びないっていうところで、うん、なくしてほしいっていうところはまあ分からなくもないですよね、はい、うん、でまあ、あのとりあえずまあ FA で考えると、はい、そのチームの外国人選手をのけた、うん、そのチームの年俸1、2、3位が A ランクなんですよね、はい、年俸で決まってるんですか？はい、年俸です、はい、そのチームの。そっかそっか、はい、で、4位から10位までが年俸の B ランクですよね、うん、はい、B ランク。で、11位以下が C ランクなんですよね、はい、はあ、そうなんだ。で、まあ、あの FA のね、その ABC の人的保障もしくは保証年俸を含めた情報は今ここ出てます。はい。私この詳しく知りませんでした。はい、なんすよ、年俸の何割とか、はい、人的保障すれば何割とか、はい、知らなかった。だからもうね、はい、じゃあ人的保障ねやめましょう。え、原さんに賛同ですか？うん、やめましょう。もうじゃあ、はい、その代わり、はい、FA 大改革します、うん、はい、もう FA の人的保障をやめる代わりに、うん、はい、うん、A ランクの選手を取った場合は、はい、今まで通り、うん、旧年俸の8掛けをもらうか、はい、もしくは旧年俸の、うん、6掛けプラス翌年のドラフト1位権をもらえるか。え、1位権もらえる？じゃあもしジャイアンツが、はい、じゃあもう丸を取りましたと、はい、丸 A ランクですと、はい、広島は丸の年俸の 80% をもらうか、うんうん、丸の年俸の 60% プラス来年のドラフト1位権をもらえるかっていう。単独指名できる権利ってことですか？だからね、ドラフトをね、うん、完全ウェバーにします。あー、なるほど。くじなくすってことですか？くじなくします。もうこれセットです。 FA とドラフトはセットです。大改革です。うわー、なるほど。はい、だからもうドラフトをもう完全ウェバーで、はい、うん、やります。先に指名できるってことですか？1位権ってことは。だからそうです。だからもうもし完全ウェバーで、うん、まあ、セパどっちから始まるかは、はい、まあ、そのルール何かのルールで決めて、はい、もしパリーグから始まる場合は、うん、パーセの6位から順々選べていって、うん、はい、仮にジャイアンツがの番が来た時にそのだから広島はだったらもし今年だった場合ね、はい、仮に想定すると広島は4位だから、はい、じゃあもしセリーグの6位から始まった場合は、うん、セーパー、セーパー、セで、はい、まあ、5番目に回ってきますよね、うんうん、で5番目に回ってきた時にドラフト1位の選手を取ります、はい、で今度11番目にジャイアンツが来るんで、はい、そこでも取れます。え、ジャイアンツのじゃあ1位の権利を上げるから、はい、1位の順番で広島は 2人取れる。うわー、だから そしたらプロ、うん、だから要は自分たちの、はい、選手たちを守れるわけじゃないですか。そうですね。だから要はその功労者とか、うん、自分でチームで育てた人を引き抜かれることはないんですよね、はい、うんうん、その代わり未来の選手を一人失うっていう権利を。なるほどな。あ、でも面白いですね。そう、だからそれでもう完全ウェバーにするんですけど、うん、はい、完全ウェバーにした時に今度来るのが FA 取得年数なんですよね。で今はですね、うん、あの FA 取得年数がですね、はい、ちょっと調べたところによるとですね、うん、まあ、現在はですね2006年までのドラフトで入団した全選手が、うん、まあ、8年なんですよね、はい、で2007年以降のドラフトで入団した高校生の選手は8年、うん、はい、でも大学社会人出身は7年なんですよ、うんうん、国内 FA は、はい、で海外 FA は、まあ、全部9年なんですけど、はい、これをですね高卒も大卒も6年にします。それ何が変わるんですか？だから FA 取得が短くなるんですよ、はい、6年で取得できるんで、はい、うん、もし18歳で入団して1年目から1軍でいると、うん、6年目だから24歳で FA できます、はい、ああ、なるほど。
それいいんですか、ごめんなさい頭悪くて。いや早く FA できた方が早く好きな球団に早く行けるじゃないですか。ああそうですね。要は最初、はい、入り口は厳しい、だから好きな球団に行けないかもわかんないです。ウェバーなんで。そうかウェバーだから。その代わり、はい、6年 FA 期間を今までの7年8年より短縮します、はい、6年に、はい、だから6年間頑張って好きな球団に早く行けるようにします。なるほど。でもウェバーでもその口引きでも選手側は好きなとこ行けないじゃないですか。はい、うん、でもまあ今は指名しないでくださいとか、はい、一流の球団ありますみたいな裏工作もありますよね。あその場合も考えてます、はいはい、あなるほど。ウェーバーしてこと、はい、入団拒否した場合は2年間ドラフト指名されません、うんうん、えー、罰則として。だからもしドラフト指名し、はい、拒否しました、はい、翌年ドラフト指名されません、はい。でも今拒否する選手ほとんどいないじゃないですか。いやでも裏で指名しないでくださいって断ってるかもわかんないですよね。あまあそっか、はあ、もし指名されてもいけないんで、うん、指名あなたの球団指名するのやめてくださいって裏で言われてるかもわかんないですね、うん、次の年指名がされないってなったらそれもなくなってくるわけですね、はい、だから社会人野球か高卒だったら社会人か大学、うん、もしくは大学生だと社会人チームに行かないとダメなんですよ、うん、で行かないだから浪人した場合は3年です、はい所属しなかった場合はどっかに、3年指名されないってことですか。はい、だから3年後しか指名さ、だから2年空白空きます、まあ、だからその拒否をなるべくしないでもらって、その代わり FA の期間短くして、はい、入って活躍したらすぐ出せます出れますよっていうのをしてセットで、で人的保障をなくして、はい、その代わり A の選手はドラフト1位権、うん、B の選手は2位権が、はいはいもらえます。なるほど。で C 以下は今まで同様に何もなし何もなし。これどうですか。ああ確かに面白いですね、はい、その代わり、うん、人的保障で育てた選手とか功労者を取られることないんで、はい、だから原さんの言ってた意向にも添えますよね、はい、その代わり、はい、未来の選手は失います。うん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 。ああなるほどな。そんでバランスを取るっていう、その FA で引き抜かれたところも、うん、人的保障では取れないけど、うん、未来に向けて選手を厚くして戦力の均等化を図りましょうって。球団としては即戦力いい選手を取るか未来の選手を取るか、そうそうそう、どっちかってことですね。そうそうそう、もう今活躍できるのか未来か取るっていうね、うん、で取られた方も、うん、あの未来の2人を取れるわけですよ、ドラフト1位を。そうですね。うんうん。だからその A 取った場合は、うん、2位からスタートですね、はい、そのチームは、うん、もしくは B 取ったチームは1位は参加できるけど、うん、2位をスルーして3位ですね、うん、そうなるだけですね、はい、っていうように、うん、ドラフトの指名権を完全ウェバーにして、うん、FA 短くして、うん、で海外 FA だけはまあ9年で僕はいいと思うんですよ、うんうん、そこは、はい、そこは厳しく厳しく、はい、まあ多分そこは、うん、あのなかなかうんって言わないと思うんで、はい、やっぱりこれ、はい、交渉事とか改革事は、うん、うんって言わないことを無理やり言っても多分回らないと思うんですよ絶対。でも結構今佐藤さんが言ったのも大改革ですよ。いやでも、これに賛同してくれる人は少なくてもいると思うんですよ。でも海外 FA9 年を7年にしようって言っても多分 100% 反対されると思うんですよ、はい、その野球界にオーナー会議とか、はい、そのプロ野球のチームの人たちに、うんうん、海外はっていうのがやっぱりアレルギーもあるじゃないですか、はい、っていうところであると思うんで、うん、海外は9年のまま国内 FA を6年にして活性化する代わりに、うんうん、ドラフトはもう完全ウェバーで均衡化を図って、うん、FA の人的保障をやめて、うん、ドラフト権を失う。はあ、いやでもねこう見てるファンとしては本当大変申し訳ないですけど人的保障っていうのもちょっとワクワクしちゃうんですよね。まあまあね、誰がプロテクトされてるんだろうされてないんだろうとか、はい、で長野選手がね言ったのとかも結構な衝撃だったじゃないですか、うん、まあそうですね。でもそのプロテクトの外れてるおかげで幸せになった人たちがいるのも事実なんで、あ一岡とかねか出てったところで活躍するっていう、はあ、そう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 、あの、うん、広島で活躍するとか、うん、そのプロテクト外れて移籍したおかげで活躍した人がいるのも事実なんで、はい、選手にとったらやっぱ一番はあの喜ばれていくところが一番いいじゃないですか。そうですね、はい、だから使われないでそのチームにいるぐらいだったら使われるところに行って、うんうん、でそこでチャンスもらって活躍できるかどうかはそいつの問題なんで。確かに、もうなんかこう言い方としたら誰かの代わりに行くみたいな、やっぱトレードみたいなもんですよねある意味。そうですね、はい、人的保障って言えど欲しいから選ぶわけですもんね。もうだっていらなかった、欲しい人がいなかったら取らないわけじゃないですか。そっか、だからこの人が欲しいと思って取るわけなんで喜ばれていくと思うんですよ、はい、だその選手にとったらチームにとったら損失かもわかんないし、はい、そのベテランの
功労者でこのチームで最後終わりたい人にとったら、はい、すごい嫌なことかもわかんないですけど、うん、若い人たちにとだから年齢によりますよね。若い人たちにとったらいいことかもしれないし、はい、ベテランにとったら悪いことかもしれないし、うん、っていうところもありますよね。人的保障いいじゃないですか。まあでもその、はい、長野とかがいなくなってね、うん、とか、はい、内海とかがね、はい、いなくなるとか ね、 そ う、 ですね。そういう、うん、そういう功労者を取られていくんで、はい、まあ、チームとしてっていうとことファンの思いとかね、うん、でも FA で取られる側としてはありがたいじゃないですか。まあまあそうですね、はい、いいじゃないですか人的保障。賛成派ですか。私はなんか結構ワクワクするんでいいんじゃないかな。いいですか。それでもいいですよね、コメント欄で戦いますよね。あのコメント欄で叩かれる勇気はあるんですよね。いや、やだな怖いよ。あの僕は、はい、あのコメント欄で叩かれる勇気は絶対あるんですよ。はい、いいですよ私も。じゃあ人的保障あり派っすね。私はあっていいと思います、はい、僕は人的保障をなくす代わりに、はい、さっき言ったドラフトも含めた大改革のシステムを提言します。でも袴田さんは今のままで全部いいってことですよね。ちょっとシステム知ったばっかりなんでちゃんとあの全部いいとかはちょっと分かんないですけど人的保障はいい。そんなの、まあ、じゃあ袴田さんの意見を僕が要約すると、はいはい、そんなの人的あの FA でいい選手取ってんのに、うん、自分たちの選手を出したくないってそれはちょっとわがまますぎるわっていう意見ですよね。まあそれもありますね、うん、確かに佐藤さんの未来の選手を取るっていうのもすごく面白いですけど、うんうん、でそので若い人たちは、うん、そう人的保障で出て幸せになる人もいるんやから、はい、別に全部が全部悪いわけじゃないじゃんっていうのが意見ですよね、うん、はい、そうです。まあ、僕はもう全部ドラフトに移行して全てを改革しよう。まあこれもですね、はい、まだこの里崎チャンネルお互いが好きなこと言ってるだけじゃないですか。そうですね、はい、これで世界が変わったらすごいことになるんですけど、はい、そんな世界甘くないじゃないですか、はい、まあ、あとはね、うん、その今プロ野球オフシーズンじゃないですか、はい、妄想も含めて夢考えましょうよ。楽しいです ね、 ね、妄想が一番楽しいですから、はい、そうなったらどうなのかっていうのを、うん、まあちょっとずつみんなが考えながらいい方向に進むのがいいと思うんですよ、はい、何がいいとか何が悪いじゃなくて、そういったところをね、うん、オフシーズンみんなでねこう、ま、楽しみましょうよ、はいね、皆さん柔軟なコメントをね、そうですね、あのお願いします、ね、はい、はい、そうですね、あのあと皆さんの意見も聞きたいですけどね、何がいいかね。里崎信者が多いからなそんなことで最近袴田さんのコメントもすごいですよ。あれはね、佐藤さんをいじってるんですよ。そうなんですか。佐藤さんいじるために書いてるんです。あれは袴田チャンネルになったんちゃうかっていうコメントもありますけどね。ただの佐藤さんをいじってるんですよ。あ、そうなんですか。佐藤さん見てどう思うかなって思ってるじゃないですか。まあまあ、あの、はい、僕はコメントなんで、はい、そんな傷つかないんで、はい、まあ、どんとこいって感じですけど、はい、あの良識を持ったやつね。そうですね、はい、あの、あとですね、うん、子供とかも見てるんで、はい、常識の範囲内で頼みますよ、はい、あのセクハラ的なやつ袴田さん笑ってますけどあのちょっと目に余るやつもありますよ。だからそこら辺はね、うん、考えてですねコメントしてもらいたいと思います。コメント欄見てますよ、はい。